はい、皆さんこんにちは、鉄坊でございます。いつもひま坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。前々からたびたび話が出てくる富士登山鉄道、あの富士スバルラインを LRT 化してしまって、電車でないとこう富士山 の5合目ですね、あのスバルラインから行く5合目までこう入れなくしちゃうというような、そういう話が前からあるんですけれど、また最近になってこの話がちょっと出てきて、2023年こう山梨県が、もうちょっとこうなんか突っ込んだ調査をするとかなんとかっていう話 で山梨県の知事は、長崎知事でしたっけが結構 これを強力にこう、ね、推進する、まあ、県として推進するっていうことなんですけど、ただ地元をね、富士吉田とかね、あの辺りは反対してるというような、まあ、そういう図式でずっと進んでるんですけれども、まあこれが果たして本当にいるのかいらないのかっていうのは、もう富士山人が多すぎて、なんかでこう入場規制かけなきゃいけないとかっていう話が出てくるんで、そもそもまあこれがいいのか悪いのかで、もうちょっとこの辺の問題をね、今日は深掘りをしていきたいなというふうに思います。でまずこの富士山のこの、まあ、LRT か富士登山鉄道、まあ、LRT って言ってますけれど、まあ多分絵を見ると実際に、まあ言ってみればあれですよね、宇都宮、羽賀宇都宮ライトレールですね、あんな感じの車両が、富士スバルラインのところにこうですね、引いた線路の上をこう走っていくというようなことで、でまあこれは一般走れるっていうふうに言われてます。今の道路の上を全部こう併用軌道みたいなああいう線路にすることによって走ることができるというふうにはまあ言われてますんで、技術的には可能なんだと思いますというふうに、そういうふうにまあ言われてますよね。でまあなぜこれをやるかということが、まあ要は富士山の混雑っていうのが今非常に大きな問題になっていて、まあどんどん人が入ってきても、まあこのままだと世界遺産取り消しになっちゃうと。で人の多さ、環境負荷の大きさ、人工的景観というのは、こういうものはですね、ユネスコの方からもずっと指摘されていて、でこれを、まあ世界遺産には指定するけど、まあ、今後もなんとかしなさいよみたいなことを、まあ、ユネスコの方から言われていると。でこれに対する、回答が、まあ、出せていない状態、まあ、そんな状態で、まあ、コロナはね、ここ数年ちょっとコロナでちょっと一旦収まってはいたんですけれど、ここに来てですね、またこうインバウンドのお客さんが戻ってきてですね、どんどんと来るようになってきて、でまあニュースっていうのはどうしてもこうセンセーショナルなものを出したがるので、こうなんていうんですか、マナーの悪いなんか外国人の登山者の増加みたいなことを、まあ、よくこう報道で、見たりするんで、でまあ確かにそれもあるとは思うんですけれど、まあ、みんながみんなもちろんね悪いわけではなくて、まあ、それは国問わずいい人はいいだろうし悪い人は悪いだろうし、まあ、その割合がねやっぱり日本の流儀が分かっていない外国人の登山者の方がやはりそのマナーが良くないとかっていうのは、まあ、あるかもしれないんですけどね、この辺もね、なんというかもう文化の違いというか、なんというかね、日本って結構ねこう暗黙の了解とか、なんかこう言わなくても分かるでしょみたいな、まあ、そういうところがあったりするのに対して、まあ、外国って言ってくんないと分かんねえじゃねえかみたいなところもあったりするんで、まあ、この辺はね文化の違いみたいなものもあったりするんですが、まあ、もちろんねその辺は登山ではこういうふうにしてくださいとか、まあ、そういうねなんていうんですか、いろんなこう啓発運動みたいなものも地元ではされてるとは思うんです。いろんな言葉でそういうのを用意したりとかしてると思うんですよ。っていうか河口湖の辺とかね、そういうのよく見ますし、してるとは思うんですけれども、やっぱまだ行き届いていないとかっていうようなこともあって、まあ、それでもう人を入れんなとかっていう話にはなってくるわけですよね。でまあ、マイカーを、まあ、規制してます。富士スバルラインっていうのはマイカーを規制してます。台数規制したりしてるんですけれど、バスがなんか増加してるらしいんですね。で路線バスとともによくあるんですけれど、他のところでもあるんですが、マイカーを規制してるけども、路線バスとそれから観光バスは基本的に OK みたいな、まあ、要するにマイカーは、まあ、ミニバン乗ったって普通に、まあ、6人とか7人ぐらいしか乗れないわけじゃないですか、普通の自家用車としてはね。まあ普通乗ってる人数って、まあ家族連れ考えてもせいぜいまあ3、4人っていったところが普通だと思うんですよ。まあ場合によっては2人で来られる方もいらっしゃるし、ご夫婦とかね、カップルとかね。でそれに対してまあバスは1台で、
まあ、40人とかね乗ってくるわけですから、まあ、少なくとも30人ぐらい乗ってくるわけなんで、バスの方がやはり、まあ負荷は低いということで、まあ、それから渋滞の原因は 要はね、40人普通の車で来ようと思うと最低でも10台ぐらい走ってるわけで、でそれがバスだと1台で行けるっていうことだから、まあ、どう考えても渋滞にもつながらんし環境負荷も低いということで、バスはあんまりこう規制の対象になったりしてないんですけれど、まあ、今結局、まあ、特にやっぱインバウンドの方だと思うんですが、バスがどんどこどんどこやってきちゃって、でそれでオーバーツーリングの状態になってる。でそれから、まあよくわからないで登っちゃう人って結構いるんですよね。で私もそのバリバリに登山する人間じゃないですけれど、まあ 3000m ぐらいの山まではカナディアンロッキーにいる時に登ったことは何度かあるんで、まあそんなハードコアな登山者じゃないですか、ね、そんなこと全然できないんで、普通にただ道がある山とか、まああとは道はないにしてもガレ場でこう連なっていくぐらいのところまでは、まあ、行ったことがあるぐらいのレベルですけれど、まあ一応それでもですね、やはりちゃんとしたトレッキングシューズ履いて一通りの、まあ、装備を持った、まあ、上で一応登ったりするんですけれど、そんなところでも普通に、最近もカナダでもそうなんですが、普通にですよ、まあハイヒールみたい、ハイヒールは極端にしても、なんかこうパンプスみたいな感じとか、トレッキングシューズじゃなくて本当街で履くスニーカーぐらいの感じの、そんなので登ってくる人って結構多いんですよね。で普通の整備されたハイキング道を走るぐらい、歩くぐらいのともかく、このガレ場のとこそれで来るみたいな感じの人も結構多くて、でそれもやっぱり観光バスで来る人でいう人が多い。だただね、これはね、アジア人に限ったわけじゃなくて、アメリカ人の観光客とかでもいる。ただアメリカ人の観光客というか欧米人の観光客の方が、もともとの格好がね、結構ねカジュアルな格好してるんだ、みんな。でアジア、まあ、日本のお客さんもそうだし、他のアジアのお客さんもそうですけど、みんな割と綺麗な格好してるね、観光客って。だから余計にハイキング道とか行くと目立つっていうことで、まあ多分富士山もそんな感じなんだと思うんですよ。私実際にこの富士山登山したことないんで、5合目までしか行ったことがないので、そこから先登ったことはない。登山口のところがどんなんかねとは見ましたけど、実際登ったわけじゃないんで、あくまでこの辺はもう私のこちらの登山の経験と想像でしか過ぎないんですけど、まあ多分そんな感じなんだろうなっていうふうには思います。まあこういう諸々の問題を解決するために、富士スバルラインをこう LRT の路線、もう登山電車にしちゃえというような話な、まあ登山電車にすることによって入場規制できる。でそれで山梨県の、まあ、今回ちょっとなんか乗り物ニュースさんとかで記事が出てたんで、それも読んだりもしたんですけど、そこにこの山梨県のこの見解みたいなものが書かれたりするんですけど、富士スバルラインは県道707号という道路なんで、まあ、完全規制は非現実的だと。基本的には公のものなので、そこで混んでるから入っちゃダメとかとは言えないっていうことを言ってる。まあ、ちょっとこれについて後でまたちょっと他にもいろんな話があるんで後で言います。そういう見解なので、もう道路じゃなくて線路にしちゃうことによって、入山者数をまあコントロール、結局もそれに乗らないと富士スバルラインの5合目には行けないですよという。でそれに乗らずに登山したい人は、まあ富士の登山ルートって6つぐらいあるのかな今で、富士のふもとから登っていくルート、5合目からスタートするんじゃなくて、ふもとからもうがっつりちゃんと登りたい人って、そういうルートもあります。だからそういうので、要はこれ LRT の電車代も払いたくないとか、予約が取れなかったとかいう人は、そこから登るっていうことも可能ではありますんで、 LRT にしたからといってこれに乗らなきゃ富士山の頂上に行けないっちゅうわけじゃないし、もちろん静岡側にもいっぱいルートはあります。そうしたところルートがあるんで、別にそっちからでも行けるんですが、まあ、LRT にすることによってこの入山者数をコントロールして、でこれも誰でも彼でも乗れるようにすると、殺到してもう長蛇の列とかできちゃったりするっていうこともあるんで、もう予約制にするとか、あとは、日本の人は、日本国籍の人は安いで、外国籍の人は高いみたいな、こう料金を分けるとかいうような、こう、まあ、料金を変動させる、そういう仕組み、まあ、もちろんあとは季節によってね料金変動させるとかっていうね、7月8月は高いとか、別にそれでも全然構わないと思うんですが、まあ、そういうことによって、
入山者数をコントロールしましょうというような、まあ、趣旨で、まあ、LRT の路線にするというようなことなんです。ただ、まあ、これについては私も過去に何度かお話ししたことあるとは思うんですけれど、まあ、LRT にするのは本当に、まあ、LRT にするのが必要かどうかということで、でちょっとここに書き忘れてたけど、そもそもまずこの計画って富士スバルランの入り口からなんで、河口湖の、ね、駅からこう行くことを、そこから直接例えば富士急行に乗ってきて、でそこで電車に乗ってきて、そこから LRT に乗り換えて行けるっちゅうわけじゃないんですよ。そこからまたバスかなんかに乗って、多分シャトルバスみたいな、これ本当にやるとすると、河口湖の駅からこの LRT のこの富士山麓駅かなんかっていうのを作るんですよ。そこまでをこうシャトルバスかなんかで行ってっていうことになると思うんですけど、まずそもそもそれが不便っちゃ不便なんですよね。せっかくだから河口湖のところで直接乗り換えられた方が絶対いいとは思うんですが、ただそうすると富士吉田のこう街中をね、河口湖の街中をずっと抜けていかなきゃいけないんで、それが難しいと、まあ、いうことで、まあ、それはそれで分かるんですけれど、まあ、ちょっとその問題は仮に置いといて、ちょっとその問題は今日のちょっと本当に話したいところじゃないんですけれど、まずですね、LRT にする、まあ、メリット的なものから考えると、鉄道はバスに比べてアトラクション性は高く観光素材になるという点で、これが走ってるからこっちで行きたいっていう人は出てくると思います。よくローカル線を廃止してバスになる、バス転換とかって話になるときに、バスだと観光でお客さん来てくんないとかっていう話がよく出ます。で、まあ確かにそれは一理あると思うんです。観光列車は走らせても、観光列車を目的で来る人はいても、観光バスを目的で来る人ってあんまいない。で、この間もちょっと動画出しましたけど、宇都宮の LRT、まあ、ロケーションが全然違うっていうのもあるんですけど、宇都宮の LRT にあんなにいっぱい人来たのに、BRT には本当人来なかったっていうのと一緒で、まあ、あとなんか、他の記事とか見る、なんか東洋経済かなの記事を見ると、BRT の開業の時、添田駅か、あそこに来た人って本当にもう全然少なかったと。で、最初のバスが、車内11人かなんかしか乗ってなかったっていう、もう整理券をもらわないと乗れなかった LRT とはもう全然違う。まあもちろんね、それはもう何度もお話ししますが、そもそも添田駅の場所と宇都宮を一緒にするっていうこと自体に無理があるっちゃ無理があるんですけど、まあとはいえやっぱり鉄道はやっぱバスに比べてアトラクション性は高いですよ。で、富士5合目まで、バスで行きます。例えば富士バスで行くだったら、多分パッケージツアーとか書くときにバスでたどり行くんだったら、富士山スバルラインを通って富士5合目まで行きますっていう風に多分日程表にただ書くだけなんですけど、これが例えばこういう富士登山鉄道みたいなものができたとすると、富士登山鉄道に乗って富士5合目を目指しますみたいに、こうで富士登山電車に乗るっていうこと自体が観光の一つの目玉になったりするということもあるんで、全然アトラクションは高いんで、そういう意味ではメリットにはなります。そしてまあ目的通り入山者数を制限するっていう一つの方法にはなります。で、結局これに乗らないと5合目は行けませんっていうことなんで、でそうすると相対的に行ける人は減るんですけれど、代わりに結局ここの料金をどっと上げることによって、なんか1人1万とか最初言ってましたんで、でこれは立山黒部アルペンルートのお値段がをなんかそこからまあ1万円っていうような数字が出てきてるんですけれど、まあそれは安いのか高いのか正直個人的な感覚性は高いとは思うんですけど、アルペンルートといろんなもの乗って1万円で、でこれってただ登山電車で5合目まで行くだけで1万なんで、コスパは良くないとは思うんですが、まあそれはさておきとして、料金を上げることによって入場者数は減るけど、収益性は向上は単価は上がるわけですよ。1人1万とか取れば少々数が減ったってそれなりに儲かるわけなんです。ただし5合目から上で儲かるお金はまた別、結局5合目にあるお店とか、山小屋とかっていうところは要するに人がいやいるほど儲かるわけだし、5合目で売ってる例えばなんかもう
飲食物とか、あとはお土産の類とか、そんなもの単価を思いっきり上げるわけには多分いかないだろうから、多少上げることはできても思いっきり上げることはできないだろうから、そこら辺の売り上げは下がるかもしれないんですけれど、この辺に関してはこの入場するこの交通機関っていう部分に関しては、まあ、収益性上がるし、ここで高く儲けて、でその分を上のそういうアトラクション、山小屋とか、あの5合目にあるいろんなお店とかに、まあ、還元するということもできなくはないですよね。そういうこともできると。でこれはまあメリットではあるんですけれど、ただ一方で鉄道のデメリットって、被災した時に道路に比べて復旧に時間かかるっていう、これはもう皆さんよくご存知だと思うんですよ。あの大雨とか降って、道路がなんかこうひび割れたとか、あと線路の道床が流されたとか、なんかよくあるじゃないですか。最近台風が来たりとか線状降水帯が出とかってよくあるじゃないですか。そうなった時に道路の方がどう考えても復旧早いですよね。肥薩線なんてもうその典型だと思うので、道路はどんどん復旧できる量もう道路の方が絶対的に早いんですよ。で線路って結局のところやっぱ細かい調整とかも必要なんで、復旧に時間かかるんで、富士山雪崩とか土砂崩れとか、まあ噴火が仮に起きちゃったら、そしたらもう道路も何もあったもんじゃないと思うんですけれど、まあ普通の陶器のこの雪崩とか土砂崩れとかっていうことが起きた時に、絶対道路の方が復旧できる速度は速いと思うんで、そうした時にやっぱりダメージが大きいですから、線路の方が、ここはデメリットですね。そしてあとはさっきのこの県道云々の話なんですけれど、上高地とか乗鞍だとここもやっぱり県道なんですけど、もっと厳しい規制がかかってます。で特に上高地だと特定日では入山規制としてもバスも入れない、結局私ここの一番の肝って、この規制をする時の一番の肝ってマイカーはもちろんなんですけど、バスをどんだけ減らすか、特に観光バスをどんだけ減らせるかっていうことで、今観光バスがどん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 入ってきちゃって、富士スバルラインっていうのは問題、富士スバルラインで起きている一番の問題って観光バスの数だと私は思うんです。観光バスが多すぎる。確かにマイカーに比べると環境負荷は低いとは思いますけれど、観光バスがこれだけ来ちゃうことが多分一番の問題 でそれによって観光バスで入ってくる、まあ、インバウンドの人もそうだし、別に国内のツアーで行く人もそうでしょうけども、そういう方がもう、いっぱい来ちゃって、でそれでちょこちょこ登っちゃったりとかするとかっていうのが多分一番の問題、だと私は思います。でそれを上高地ではできている、上高地では特定日では観光バスもシャトル観光バスのお客さんも全部降ろしてシャトルバスに乗り換えてくださいっていうことをやってるんで、できなくない。この県道だと完全規制は非現実的とか言ってるんですけど、長野県でできることを山梨県ではできないっていうのはちょっとなんかやっぱおかしいと思うんで、その辺いろんなちょっと規制ちょっと調べて調べきれなかったんですが、実際に上高地でできてるんだったら私スバルラインだってできると思うんですよ。なので本当にこの LRT の目的が富士山の混雑を解消するっていうことであるのであれば、入山規制の肝はやっぱり観光バス、この観光バスをどうするか、これをどうやって規制するかによってある程度私はこの混雑の緩和ってできるんじゃないかと思います。で、この富士スバルラインのこれ LRT とかって問題になってるんですけど、富士山の5合目って静岡の方からでも行けるじゃないですか。で結構ちょっと調べてみたんですけれど、富士山に登るルートって、まあ、さっき6つあるっていうふうにまあ申し上げたんですけれど、まあ、その中で一番この人気が高いのがいわゆるこの富士山のこうスバルラインの5合目から行くいわゆる吉田ルートっていうやつですよね。で麓から行くと吉田口登山道っていうらしいんですけど、こう麓からずっと登っていく、あとこう須走ルート、御殿場ルート、富士宮ルート、プリンスルートっていうことで、まあ、麓から行く富士登山口、吉田口のルートから含めると全部でまあ6つあるんですけれど、他のところで人が多すぎるとかなんとか、例えば他の御殿場ルートを、LRT 化しようとか、そんな話って聞かないですよね。でもちろんその富士山の混雑の問題っていうのは最終的にもう上の方に行くとみんな例えば須走ルートと吉田ルートっていうのは途中で合流したりするんで、まあ、頂上の方に行くと結局みんな合流しちゃうんですけれど、
他のところの混雑より今問題になってるニュースでよく出てくるのっていつもこのスバルラインの話じゃないですか。でなんでなのかっていうことを考えると、良くも悪くも富士スバルラインでその麓にある河口湖周辺っていうのが富士山の中で一番魅力的だからここに人が来ちゃうんですよ。だからここに初心者も来ちゃうんです。結局観光気分でついでにっていう人が一番多いのが私この富士スバルラインのところだと思います。でちゃんと登山したい人は、まあ、須走ルートなり御殿場ルートなり、富士宮ルートプリンスルートってまああるわけですけども、まあ、こうしたところから、まあ、もちろんこういった方々よく、まあ、経験もあって何度か多分富士山やってるとか初めてだけど経験のある人に連れて行ってもらうとか、あのもう吉田ルートから行くともうとんでもなく混んでるからやめた方がいいよとか、須走りルートで登っても途中で吉田ルートと合流しちゃうからそこで結局混むからやめようとか、うん、とか、まあ、あとはまあ一番簡単だからやっぱこっちから行きましょう、まあ、吉田ルートとか須走りルートとかっていうところは、一番メジャーなところだと思うんですけれども、まあ、そうしたところから行こうかとか、まあ、いろんな選び方があるとは思うんですけれど、一番の問題はやっぱり富士五湖が良くも悪くも魅力的すぎるんだと思う、うん、あの富士急ハイランドとかだって電車で行けるのだってこっちだけでしょ、吉田の方だけでしょ、でそこからスバルラインにバス乗ってっていうことで観光として一番確立してるのがここなんですよ、良くも悪くも。だみんなこっちから行っちゃう。で結局のところ、まあ、富士実際登山しないまでにしても富士山の5合目まで行くにしたってスバルラインで行くっていうのが、まあ、観光で一番有名だからみんなここで行っちゃうし、だからこれを LRT とかっていう話にしようとかっていうところが出てくる。でそれは LRT にしなきゃいけない理由の一番は何かって言ったら、マイカーもそうなんですけど観光バスなんですよ。観光バスこれを私は規制、結局観光バスを規制すれば大体問題は解決すると私は思います。みんな観光バスだけど結局そこでシャトルバスに乗り換えてくださいっていう風にすればできるんですけれど、まあ、多分それがいろいろあるんでしょうね。いろんな利権の問題とかもあるんです。例えばじゃあ逆に今普通に河口湖の駅からスバルラインのね5合目までのバス、あと、シーズンだと東京とか新宿から直接行くバスもあったと思うんですよ、確か5合目まで、まあこういうバスが走ってるんですけれど、じゃあこういうのも全部もう一元化してとにかくもうみんな入り口のところでスバルラインの入り口のところでシャトルバスに乗り換えましょうとかっていうことにしちゃうと、じゃあそのシャトルバスをどの会社がやるんだっていうことで、ここでまた調整とか、まあ一番入札にすればいいんでしょうけど、うん、でそれもまあそうだな、5年ごとにまたなんかこう免許切り替えみたいな感じにしないと、もう20年とか30年とかしちゃうと結局また利権だなんだとか言われちゃうから、その辺が難しいところだとは思うんですけれど、まあでも実際上高地とかで特定日だけとはいえやってるんで、富士山でも毎日は難しいかもしれませんけど、例えば7月8月のこう忙しい時だけとかっていう感じでやってみるのもいいんじゃないかなと思うんですよ。それは上高地でできてるんだから富士山でできないわけはないと思うんで、いろいろ難しいのかもしれませんけど、できないって言い出したら何でもできないんで、やろうと思えば基本的に 今の法律で無理ですっていうことだって法律変えればできるわけじゃないですか、ね、そういうことも考えながら、まあ LRT がいるかって言われればなかなか正直難しいんじゃないかなと思います。単なる電車好きとすりゃそれはね、5合目まで行くのに電車走ってる方がそれだけで魅力的になると思うし、絶対その方がアトラクションとしては成立するとは思うんですが、ただやっぱこの被災した時のね復旧にかかる要する時間とか、あとこれにかかる、費用とか、また工事しなきゃいけない、まあ、あと LRT をすることによって、河川ですにして、その線路引くときに5合目にまでインフラも今ないので、そういったインフラなんか下水道とかそうしたものも作るとかっていう話もあるんで、できればいいなとは思うんですけれど、
それだってできるって言ったって何年かかるんだって話で、今ある問題はこれだから、この混雑が大きな問題になって、このままだと世界遺産取り消しになっちゃうっていうことなんだったら、私は観光バスを規制してシャトルバスにみんな乗り換えっていうことを先に実行した方が、 LRT をやるやらないには別にして、今やらなきゃいけないのはそれじゃないかなっていうふうに思います。ということで今日はちょっと富士登山電車の話と、まあスバルラインとか、まあ、その周辺についてのお話をさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。